密防放送局心理の館、心理の館だ、バカ野郎、こら、はい、どっこでどうも、心理の館です。はいはいどうも、心理の館のコーナーでございます。よろしくお願いします。はい、最近もうね、浮かばないんすよタイトルコールが、ね、空回りしてる感があるんですが、そんな関係ねえぜ、江戸っ子でみたいな感じでやっていきたいと思います。はい、こちら心理の館のコーナーではですね、毎回、3つずつですね、心理テストを行っていって、まあ、我々の、心の中にある闇を洗いざれ出していこうというコーナーでございます。ぜひ皆さんも一緒にやっていただければと思います。はい、うん、まあ、なんだかんだ言ってこのコーナーも常連というか、はい、お決まりのコーナーになってまいりましたね。はい、うん、面白いですよね。ありがとうございます。あ、じゃやっていきましょうか。はい、早速一つ目です。あなたは捕虜です。うん、捕虜、捕虜、敵の頭に最後に一つだけ食べたいものを食べさせてやると言われました。 A から D のうちあなたが選んだのはどれでしょうか。A チョコレート、B リンゴ、C おにぎり、 D 何も選ばない。おにぎりチョコレート、リンゴ、おにぎり、何も選ばない。さあ、捕まっている捕虜です。さあ、最後に一つだけ食べたいものを食べさせてやると。甘いチョコレートなのか、キティちゃんと同じリンゴなのか、それともね、何も入ってるかないかどうかわかんないですけど、おにぎりとして、いや、いらねえと。さあ、どうしましょう。全部食べたい。まあ、これ全部食いたいですね、これ。じゃあ、私、チョコレートで。お、チョコレート、やっぱ甘いものですか。はい、僕はですね、おにぎりです。はい、おにぎり。中は、まあ、わかんないんであれですけど、やっぱ、最後ぐらいお米食べたいですね。お米。うん、日本人ですから。残るんでね。空腹は長い間満たされるんでね。はい。なんか甘いものだと、なんかもっと食べたいっていう欲が生まれちゃうから、まあ多分これ死ぬ、その後すぐ死んじゃうんだろうから、そんなこと考えてる余裕ないないけど。さあ、皆さんは大丈夫でしょうか。チョコレート、リンゴ、おにぎり、何も選ばないですね。はい。さあ、こちらですね、分かることなんですが、いきます。はい、人に頼ってばかりじゃダメなのよ。一人で生きる力を診断していきます。一人で生きる力ですね。力が出なくて何かに頼りたい状態の時に、口に入れたいもの、食べ物のそれぞれが持つ意味から一人で生きる力を測ります。あれじゃないかな、どっかのヒーローは新しい顔になれば力出ますけどね。さあ、見ていきましょう。まずは、チーパさんの選んだ A チョコレートから見ていきましょう。なんですか。いや、これやっぱ女性が選ぶんだなと思いました。一人で生きる力は皆無、頼りっぱなしの情けなさ。チョコレートは人に甘えた感情を表します。時間内に任務を終えられなくてもきっと誰かがやってくれるだろう。ほんの少しの具合が悪いだけで、今日は欠勤しちゃおうなどと考えたりしていませんか。人に頼ってばかりだとやがて愛想をつかれるでしょう。でもこれ、はい、女の子ならいいと思いますけどね。はい、すいませんでした。すいませんでした。はい、いやでも女の子なら可愛いと思いますけどね。これ男がチョコを選ぶと、まあ、若干問題なのかなと思いますけど、女性なら僕はいいと思いますよ。まあ、やっぱ女性が多く選ぶんじゃないかなと思いますけどね、チョコレートね。さあ、次 C、 僕の選んだおにぎりですね。はい、これ多分やっぱ男が選ぶのが多いのかな。地に足をつけたあなたの一人で生きる力は最大。やっぱ胃に残るからかな。生きていく力を表すのがお米。C を選んだあなたは何事も自分で行い、自分で稼いで、しっかりと生きていこうと心に決めている人です。同僚からの手伝おうかなどという言葉にはすかさず大丈夫と答え、実際に仕事をきちんとやり遂げる力を発揮します。
なんかここではすごいいい感じで書かれてるんですけど、僕から言わせると、はい、その何か やってる時に手伝おうかってくると邪魔だよって思っちゃうんですよね。なんかその例えば一つの物事に対して僕が0から始めてていろんなものを作り上げていく中でそこに他の人の意見とかが入っちゃうとなんかその自分の積み上げたものが崩されるんじゃないかっていう不安があるんですよ。なんか勝手な考えなんですけど、はい、それで多分なんか大丈夫、いやいいです僕がやりますみたいな感じになっちゃうからこれなのかなと思いますけど、これ多分僕の前一人で生きるっていうか一人で生きたい行きたい、病気でもいらない一人でいいみたいなあれなのかもしれないですけどね、はい、だからそういった意味では僕は当たってると思いますこれ、さあ残りの2つですね、はい、B のリンゴと何も選ばない見ていきましょう。まず B リンゴ、愛情が欲しい欲しい欲しい、一人で生きる力は、微小、果物が表す心理状態は愛情に飢えている、つまり自分一人でできることも人にお願いして自分は愛されているのだと確認したい人が B を選びます。ちなみにリンゴは成熟の意味も持っています。そうです、本当はあなたはやればできる人なのです。おー、偏見かもしれないですけどチョコかリンゴを選ぶのが女性なのかなと僕は思いますけど、リンゴで悩みませんでした特に。悩まないですもう一択絶対チョコ絶対チョコ思いますけどね。まあもちろんね、女性の中にその C のおにぎりを選んだ方も多いといると思いますけど。さあ最後 D ですね、何も選ばない、はい、もういるのかな、もう強い意志の持ち主、自分で何とかできる人、もうとても慎重派のあなた、何も選ばないと決めたのは食べ物に毒が入っているかもしれない、食べたらすぐに殺されるかもしれないなどと予期してのことでしょう。あなたはどんな困難な状況もどうにか自分一人で乗り越えてみせようとする強い意志の持ち主です。おお。まあどっちかっていうと C と D が近い関係なんですかね、で A と B が近い関係、はい、だと思いますが、一人で生きる力実際の話ね、はい、男性の方が一人で生きる力っていうのは強いんですかね。どうなんですかね。まあ人それぞれじゃないですか、個人の差があると思いますけど、はい、まあ個人的には男性の方がこの力は変な話ですけどね強いのかなとは思いますけどね、まあそんな感じですが皆様いかがだったでしょうか。一人で生きる力でした、はい、一つ目は。さあ二つ目に行きたいのですが、奇妙なキャッチコピーがあなたの目に飛び込んできました、はい、キャッチコピーね、奇妙なキャッチコピー、ここには決定日は〇〇〇と書かれています。決定日は〇〇〇、さあその〇〇〇に当てはまる言葉は、以下のうちどれでしょうか。 A、はい、決定日は重要な日です。 B、決定日はどうでもいい日です。 C、決定日は早い方がいい。 D、 決定日はなかなか決まらない。さあどうでしょうか。キャッチコピーね、奇妙なキャッチコピーね、決定日、奇妙な、奇妙なですか。まあ要はこの決定日は〇〇〇に入るものですね。決定日は重要な日、決定日はどうでもいい日、決定日は早い方がいい、決定日はなかなか決まらない。そうですね。奇妙な子。まあそんなに奇妙に着目しなくてもいいかもしれないですけど。いやなんかパッと思ったのがあったんですけど、はい、でも奇妙な子と思って。いいかね、そのパッと浮かんだのって。わ。なんでしょう。あ、A だったんですけど。決定日は重要な日です。はい、おなるほど、はい。これ決定日がね、ちょっと難しいんですが、僕は C なんですよ。はい、決定日は早い方がいい。まあ、A か C かなと思ってて、やっぱ C なのかなと、はい。何の決定日なのかにもよりますけど。はい、何か物事を決める、はい、その日を、その日までに決める。っていうのはやっぱ早い方がいいんじゃないかなと思いますけどね。先にもう
例えばですけどゲームの発売日とかの、はい、その発売日を決める日ってことですよね、これ決定日ってことは。はい、それはやっぱ早めにやっておいた方がいいんじゃないかなと思ったんです、うん、僕は C を選びましたが、はい、まあ、確かに重要ではあるんですけどねそんな感じでしたが、さあ皆様選べたでしょうか。重要な日、どうでもいい日、早い方がいい、なかなか決まらない。さあ、こちらの、診断で分かることですね、いきましょう。はい、誰でもいいから結婚したい、結婚願望を診断していきます。これ女性の方はねえ、ぜひ必聴でございますが、いきましょう。決定日という言葉が示す深層心理は、結婚、決定日につながる言葉に何を選んだかがあなたの結婚願望の有無を暴きます、うん、はい、さあ見ていきましょう。まず中坊さん、重要な日 A から見ていきましょう。お、あ、当たってるような気がする。結婚願望も子作り願望もかなり強いタイプ。あこれなんか女性やっぱ選びそうですねあなたは心の奥底で結婚は何よりも大事なものだと思っています。結婚したい相手がいる人はもちろん、まだそういう人に出会っていない人も、とにかく結婚を、待ち望んでいます。また子供をすぐに作りたいと感じているのもこのタイプです。いかがですか。いや、子供まだいらないですね子供はじゃあ別としても、願望は高い方なんですか。んー、どうなんですかね。こんなこと聞くのも失礼かもしれないですけど、まあそれはわからないですけど。おう、シークレット、みんな秘密だぞまあ高いみたいですよ、うん、まあやっぱり結婚したくない女性も中にはいると思うんですけど、やっぱ世間一般的には結婚願望がね強い女性の方が多いんでしょうから、この A を選ぶ女性も多いんじゃないですか。はい、で次、僕が選んだ C ですね、早い方がいいを選んだ皆さん、はい、親のことや世間体を考慮、現実的な結婚観、相手と一緒にいたいからというよりも親のことを考えてとか世間体が気になるなどという理由で結婚は早くしてしまった方がいいと感じているタイプ。もう恋人が結婚に夢を抱いている人なら、あなたの考えは口にしない方がいいかもしれません。これ微妙なの、微妙だな。うーん、いや、てっきり僕のことなんで別に結婚なんかどうでもいいみたいなものかなと思ってたんですけどでも B の人じゃないですか。あー、 B? どうでもいい日です、うん、でもそういうの感じなかったんですよね。あ、うん、やっぱ深層心理的には多分そういう風に考えてるんでしょうね、きっと世間体のことを考えてへー、なんかこれ意外な発見でしたね。はい、さあ残りの2つ、今ちょっと話題にも上がりましたが、はい、B どうでもいい日いきましょう。はい、結婚なんてクソくらえ、夢や楽しさ重視型、俺多分こっちだな結婚願望をほとんど持っていない人、夢を叶えることや仕事で結果を出すことを何よりも重要と考え、恋人とは楽しくいられればそれでいいと思っています。相手に結婚を切り出されたら結婚したくないあまり別れを決意するなどということもあるようです。まあわかる気がするわかる気がするわからなくはないですね。例えば付き合ってる彼女がいて、でその人と結婚ってなった時に、いや結婚してもさ俺実況続けたいんだよねってねえみたいなこと言われたら速攻別れるかもしれないですね。あ、じゃあいいよってその趣味が合う人と付き合えよって話なんですけどね。ね、そう否定されるような人と付き合うなっちゅう話なんですけど。まあ。そんなに深くまだ考えてないっていうのが正解なんですけど、正直さあ最後ですね B なかなか決まらない、はい、決められない、決まらない、悲しき、うじうじ系、あら結婚したい相手がたくさんいるのか、それとも恋人に結婚したいと感じさせる決定打がないのか、結婚を決めかねている状態、もしくは近い将来結婚に踏み切れずに困るであろう状態です。うじうじしていたら相手に逃げられてしまうかもと心得といて。いや、でもそんな決まんないときは決まんない
でもどうなんですかね、女性からするとやっぱりそこは一歩さ、なんかこうドーンって言ってほしい部分があるんじゃないですか。その一歩ぐらいさ踏み込んできてよみたいな思いがあるんじゃないですか。うじうじしてないでみたいな、腹くくれよみたいな部分があるんじゃないですかね。どうなんですかね。僕はこの D を選ばなかったんで、まあ、ありがたいことにうじうじ系男子ではないと思うんですけど、まあ結婚するっていう道は決まったらもうスパッと行けよみたいな、そんな感じなのかもしれないですね。さあ皆さんいかがだったでしょうか。はい、もし結婚されてる方がいらっしゃれば、はい、あれだかもしれないんですけど、今更かよかもしれないんですけど、はい、さあ最後ですね、はい、ですね、あなたは年老いた自分の夢を見ました。年を取った自分の夢を見ました、はい、夢の中で自分は誰かと口喧嘩をしています。その誰かとは以下のうち誰でしょうか。誰か、うん、夢の中で喧嘩をしているそうですね。年老いた自分ですよ、年取った自分です。 A 恋人や夫妻、 B 友達、 C 上司、 D 親兄弟。さあいかがでしょう。年老いた自分ですからね、これ。さあいかがでしょうね。喧嘩をするの。口喧嘩をするそうですね。親兄弟なのかな。親兄弟。ほう。なのかな。兄弟ってどういうことなんですかね。この中から言ったら。親もしくは兄弟ってことなのか、それとも普通に親兄弟なのか、おじさんとかおばさんなのか。うまい。親兄弟って書いてあるんで、多分そっちですよね。おじさんおばさん関係ですよね。おじさんおばさん、あ、そっちか。親もしくは兄弟なんですかね、これ。わかんない。どちらにしろ身内ってことですよね、これ。身内って、うん。これ D。うん。身内。ああ、でも親兄弟か。そうですね。親兄弟なんですよ。兄弟じゃないんですよ。親兄弟なんですよ。難しく考える必要ないのか、まあ、普通に親とか兄弟でいいと思いますよ。じゃあ D、うん、僕これ A なんですよ。お、今回はことごとくお互い合いませんね。すごいですね。僕これ A を選んだ理由が、その年老いた自分だったんで、年取ってるってことは、まあいればですけど、その結婚相手がいても一緒に暮らしてるわけじゃないですか。ってことはやっぱりその身内の人とかってやっぱね、僕男なんでやっぱ家出るじゃないですか。なので、うん、そばにはいないからそんなに口喧嘩することもないのかな。電話とかじゃない限りは。なので一番身近にいるその、まあ、例えば恋人とか奥さんとかなのかなと思いましたけど、 B とか C はないかなと思いましたね。もう私も、うん、だって年取ってんのに上司ってどういうことだよみたいな。社長かみたいな。そんな感じですし、そもそも B に関しては友達いないんで論外なんですよ。さあ、皆様いかがでしょうか。恋人や妻、夫、友達、上司、親兄弟ですね、はい、さあこちらの、診断で分かることですね、いきましょう。世界の中心で誰に愛を叫ぶ、本当に好きな人を診断していきます、はい、年老いても喧嘩するほど仲がいいのは誰でしょう。このテストで分かるのは、現在のあなたが一番気にかけている相手です。うん、大丈夫かな。さあ、まず、僕が選んだものからですね。A、恋人や夫、妻、お、家庭やパートナーを数十年後も愛しています。おお、いいんじゃないですか、これ。いいんじゃないですか、これ。恋人や夫、妻が喧嘩の相手だと考えたあなたは、自分の中で湧き上がるパートナーとの関係に対する不安を気にしています。しかし、年老いても一緒にいる人と考えたことから、あなた自身はこれからもずっとパートナーと共に過ごしたいようです。先生、質問です。先生。パートナーがいない人はどうすればいいんでしょう？頑張ってください。はい。すげえ冷たかった。これが現実ってやつか。すごい、まあ、ありがたいツッコミでしたが、さあ、次ですね。チーモさんが選んだ、親兄弟ですね、うん、親兄弟が何より大事、まあ、でしょうね。未婚なら結婚願望あり、あらららら、
親兄弟を愛してやまない人、家族の中に何か小さな心配事があればそわそわし、仕事も手につかなくなってしまうタイプです。親兄弟にはいつまでも元気でいてほしいと強く考えています。やっぱりあの家族の親と兄弟のことなのかな、もしあなたが未婚なら結婚願望の高まりの表れとも言えるでしょう。あら、なんとやっぱりあれですかね、さっきのあれと結婚願望度といい、やっぱり少なからず結婚願望があるみたいですね、まあ、やっぱり親とか兄弟、やっぱり家族の方なんですかね、うん、パートナーというよりは。これどうですか。そうですね、家族大好きですか。大好きというか大切にはしたいです。あれ泣けるな、マジだいや、皆様いかがだったでしょうか。さあ残りの2つですね、選ぶ、まあ、友達はいるかもしれないですけど、上司はどうなのかな、まあ、B ですね、友達、こっち選んどきゃよかったな、はい、一生付き合いたい友人がいるタイプです、うん、思い浮かべた友人はあなたが一生付き合っていきたいと考える親友でしょう。たとえ今は深い仲でない誰かを思い浮かべたとしても、その人はやがて親友的存在になるでしょう。B を選んだあなたは家庭への不満や仕事に対する不安が少ない人でもあります。なんか B いい感じですね。でも友達と今まで生きてて、はい、口喧嘩ってしたことないんですよ。変な話。口喧嘩ってなんかあのなんとかだろうって言い合う、まあ、言い合ってて結局例えばもうフンみたいな感じって僕なったことないんですよ、幸せのことに。そうですね、口喧嘩はないですね、喧嘩ならあるかもしれないです。拳と拳のみたいな。いやもう怒ると、うん、あれなんで黙ってしまう方なんで。ああなるほど、そのガミガミ言い合うほどの口喧嘩じゃないですけども、喧嘩は喧嘩としてあるみたいな。喧嘩は喧嘩としてある、うん、まずは。なるほど、まあ今回口喧嘩だったんでねあれかもしれないですけど、はい、なるほど。最後 C、 これはいるのかねっていう感じは、はい、C、家族や友人よりも仕事に関心があります。すげえ、はい、就職活動中もしくは転職活動中の人に多い答えが C、 また、はい、家庭やプライベートの人間関係よりも仕事のことに強い関心を抱いている人もこの答えを選びます。具体的に思い描いた人が、今の会社の人ならばあなたとその会社とは長い付き合いになりそう。これは思い浮かべるんですかね、働いてる方が聞いていればあれですけど、どうなんですかね、上司ね。まあ、いるんじゃないですか。男性の方が多いんですかね、選ぶのも。仕事熱心な、方が選びそうな感じですが。さあ、いかがだったでしょうか、今回の心理の方。はい、まあ、読む通り3つずつやっていきましたが、今回やっていったのが、一人で生きる力。結婚願望で最後、はい、本当に好きな人、まあ、最後の2つが若干似てたかなっていう感じはしますが、今回いかがでした、うん、なんかなんだろう、私なんか結婚願望ありありみたいなありありみたいな感じありありみたいな、なんかまあ自分ではそんな意識してなかったんだけど、実はうーん、そうなのかもしれないね。まあでも普通だと思いますけどね別におかしいことじゃないと思いますけど、はい、僕は今回なんだろう、なんか意外な発見は結構ありましたね。うん。何でしょう。意外とその結婚願望の時にも出てましたけど、うん、はい。そんなに世間体のこととか考えてたのかなと今更ながら思ってしまうんですが、気にしないけどね。考慮とは出てましたけど。で最後の、ね、ものに関しては、うん、まあいい結果が残ってたんじゃないですか。まあ中坊さんにはみたいな、何言ってんだこいつみたいな。さらな話ですね。はい。まあね。ということです。まあやっぱりパートナーがいる人が選ぶのが多いんじゃないかなと思いますけど、まあ稀にねパートナーがいない人でも選んじゃうのかもしれないですけど。
さあいかがだったでしょうか。まあ先ほどの早口登場と同じようにね、今年2015年の新年の館は今回が最後という形になります。で、はい、一応来年以降やるかどうかはまだね、我々も来年用の企画会議をしないといけないのでまだ分かりませんが、はい、うん、まあ、あの皆さんの方でまた何かこういう心理テストもあるよとかがあればぜひ送っていただければと思います。はい、うん、お願いします。メールとツイッターを我々2人やっていますので、それぞれのね URL の方に飛んでいただいてメッセージ等を送っていただければと思います。動画の説明欄の方にツイッターの URL、 メールアドレスがそれぞれ載っておりますのでぜひご覧ください。はい、では以上心理の館のコーナーでした。でした。密貿放送局。第9回目密貿放送局いかがだったでしょうか。いかがでしたでしょうか。うん、はい。ありますが、うん、まあ今回はね、はい、コーナー数がね変な話ですけど少なかったので、まあ、はい、あっさりと終わってない感じがします。はい、まだ今年の放送はまだ終わりません。一応まあ年末にかけてまたもう一本動画を本を上げていきますので。まあ、そこでは一応、まあ、密貿放送局は密貿放送局なんですけれども、はい、まあずっとやってきた新年の館とかそれこそ早口道場のコーナーをやるわけではなくって、我々2人が上げてきた、まあ、動画について、まあ、我々2人が、はい、まあ、気ままに喋っていこうかなという感じで動画を上げたいと思いますので、果たして何本ぐらいの動画になるのかもさっぱりもって現段階では分かっておりません。どうなるんだろうな。どうなるんだろうかっていう話なんですが、うん、もしかしたら5分で終わっちゃうかもしれない。いや、それはないですよ、みっちゃんがやって。うん、本当に、全くもって無計画のまま今話をしてますが、まあ、一応この後ね、またその、第10回目の、まあ、総集編に向けての企画会議をしてからね、収録をしたいと思ってますんで、現段階ではまだ分かっておりませんので、まあ、未知数なものなんであれですけれども、とりあえずはね、この第9回目の、放送を最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。うん、いかがでした。ありがとうございました。いかがでした、はい、第9回目はなんか前回はサクッと進んで、はい、今回はちょっと前回よりは長かったのかな。あー、なんかね、オーナー数的にはそんな多く取ってないんですよね。どういうこと？なんだろう、我々の中で体感速度が変わったんですかね、この数日の間で。なんだそれ。よくわからないですが、まあでも確かに前回がなんかサクサクいってたような感じがするんですけどね。まあだからといって別に今回はすごいグダったとかそんな感じじゃないんですけどね。わかった。はい。一回収録なんかこんなことに止めるじゃないですか、はい、はいはい、この後のグダグダした話が前回はなかったんです。前回一切なかったからですね。今回もそんなに長い話はしてなかったんですかね。グダグダというか、うん、でもなんかグダグダしてるから。まあでもですか、ね、前回はおそらく全くもってしなかったんでしょうね。はい、もうパッパパッパやってたんでしょうね、はい、きっと。はい、行きますもんね。止めて確認して、よし行きましょう、行きましょうみたいな。すごいですね。仕事ができるなんか正社員みたいな感じでパッパパッパやってたんでしょうね、きっと。おお、みつくんち僕やるじゃないか。ボーナスは奮発しちゃうよみたいな。まあ感じでせっせせっせでやったんでしょうね。うん、今回は余談余談っていうか、なんかまあその収録外のとこで、うん、そうですね。そんなに話してた覚えないんですけど、まあ結構時間取ってなんかね、撮ってたんでしょうね、きっと。わかりませんが。はい、まあ、さっきも言ったように、その次回の第10回目の放送は、コーナーをやっていくのではなくて、まあ、我々がね、一つ一つの、まあ、コラボをしたものに対して、まあ、はい、こんなことあったよね、みたいな感じで思い話に浸ってみたり、はい、まあ、2015年、まあ、オープニングの方でね、軽く振り返りましたけど、改めてね、2015年がどういう年だったのかっていうのを、まあ、我々目線で話を少ししていこうかなと思いますので、はい。まあ、聞いていただければと思います。深く見ていければと。そうですね。はい。うん、思いますので、ぜひ、まあ、どのくらいの動画か、本当に未知数ではありますが、聞いていただければと。長くなりそう。朝まで生討論みたいな。やば、パントな、パントじゃない、パート何ぐらい聞くんだろう。そうなんですかね。まあ、撮って編集してみないとわからないんですが、まあ、
まあ、そういったねところも皆さん期待して待っていただければと思いますので、はい、ぜひ、次回の動画の方で一応2015年に我々がコラボしてあげるのは最後になりますので、はい、はい、ぜひ、聞いていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。お願いいたします。引き続きですねメール等ですねいただければと思います。メールアドレスは、まあ、先ほどのコーナーでも説明しましたが動画説明欄の方に書いてありますのでそちらを参考にしていただいて、ぜひついても説明欄の方に載ってますので、はいはい、ぜひ我々の方に直接行っていただければと思います。ごめんなさい、思い出せばないですよ。急に本番中に何ですか急に笑い出すの。俺なんか今噛んだかなと思っちゃったんだ。何でもない。全くもう。まあ、こんな、2人でね、もう9回目までやってきて、次もう10回目ですから。はい。ぜひね、聞いていただければと思います。では、今回はここまでにしておきましょう。ここまでのお相手は私、ミツと。シェボーでした。では、次回、総集編の方でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。